はい、今回は爆釣りギガロットですね。なんか 3DS 版もね、安く売っていたんですが、ここはあえてスイッチ。まあ、ちょっと箱が破れてるということなんで、新品なんですが、お安く手に入りました。ソフトは無料でダウンロードということなんで、ソフトはタダなんですね。コロコロコミックで連載中とはね、ということはキッズ層はもう大人気なのかな？ちょっとよくわかんないんですが、息子くんはね、コロコロ読んでないんでよくわかんないんですけどね。ロットを振る、リールを回す、ヒットで震える。要するに釣りということでしょうか。なんかシール貼っちゃってあるぞ。誰だ？違うな。限定カードか。よくわからないから、何もかもが、まか不思議。ストーリーモード。Wi-Fi に接続して新たな釣り場ゲット。なるほど。よくわかんないんで、開けてみましょう。おそらく釣り竿が入ってると思うんですが、3DS 版もね、実は買ったんですが、まだ開けてないな。まずは、爆釣りハンターズ。絶対になくさないでね、というものらしいですね。そしてこちらが、なんていうのかな、釣りの回転するやつ。リールですね。紐。なんていうのかな、棒がないですね。棒というのか、先っちょがないけどいいのかな。おっと、ぶつかってしまった。なかなか硬いんだよね、またこれが。この、なんていうのかな、これ。回すやつ。釣り糸を巻くやつ。こんな感じか。入んないな。向きが逆。この向きでは入らない。ならば、180度回転入った。おほほ。なんかね、カラカラ鳴ってんのが釣りっぽい。釣りっぽいなんて言っちゃってますが、リアルな釣りはね、人生2回しかしたことないんで、わかんないんですが、まあ、こんな音してますよね。釣りっぽい。ではですね、ソフトをインストールしないと始まりませんので、ここにね、ダウンロードするコードが書いてあるということですね。ですので、任天堂の E ショップに行ってね、番号を打ちたいと思います。まあ、一瞬でチャカチャカチャカっと打ってしまって、このように、いよいよね、引き換えが行われますと。結構ね、どうだろう、時間かかったな。10分ぐらいかかりましたね。まあ、ネット環境によると思うんですが、まだまだ時間がかかりそうですね。最近ね、ちょっとジョイコンがいよいよイカれてきたかなと思うんですよね。勝手にぶつ盛りやっていても、キャラクターが横に歩いていっちゃったりするんで、いや、3年近く頑張ってくれましたが、いよいよね、交換しなきゃダメかなと思います。とりあえず、ダウンロードが終わったんで、起動してみたいと思いますが、さあどんな感じになるのかなと。初めてなんですよね、爆釣り。1時間ごとに15分の休憩。バンダイナムコか。そしてインティーですね。そしてバンダイ。バンダイナムコとバンダイは別か。さあ、このね、ジョイコンをセットした釣り。なんかジョイコンが逆さになっちゃってるんで、これは何が A だか B だか分かんなくなっちゃうな。さあ、オープニングかな？爆釣りハンターズ。さすがにね、3DS 版よりグラフィックスが綺麗ですね。ジョイコンのスティックにリールをタッチ。リールってなんだ？これか。こいつ？回転するやつね。
ジョイコンのリールをタッチだ。行った？失敗かい。失敗かい。どこに NFC チップがあるんだっけ？スティックのとこだよな。ここ？押してるぞ。あ、入った入った。あんまりね、ジョイコンにアミーボをタッチすることもなかったから。なるほど。ここね。オッケーオッケー。出ました、名前。名前か。まあ、ひじきでいいか。ひ。死に点々がないな。死に点々がないから、まあいいか。ひしま、じゃないな。ひしき。きどこだ？これか。ひしき、決定。ひしきでよろしいでしょうか。うん。OK。ユーザー登録完了、ひしき。よし、起動しろ。爆釣りギガロッド。爆釣り開始だ。少年っぽいなぁ。え、周りに人がいないか。誰もいない。物はある。うん。OK。お、釣り場か。なんだろう。めちゃくちゃなんかこう、水っぽくないところが味噌だね。ひしき、ギガロッドの調子はどう？って言われてもな。今回初めて、船ですか。え、もうプロなっちゃった、プロ。プロかよ。スペシャリストってまだ全然しがないんだけど。プロ？いきなりプロ認定？え、見習いなんだけどって。プロで見習いってあるんだ。プロの見習い。もちろん、今すぐ爆釣りしたい。いきなりこう覚えることが多いな。覚えることが多い。専門用語が多くて頭に入りませんね。何をしろって？水しぶきが起こるポイント、ナイスキャスト。キャスト、ナイスキャストは大物を呼び寄せるので積極的に狙おう。儀式、ギガロッドを画面の中心に持ってこのボタンを押せ。魚群を探せ。どこだ魚群。何の見えないぞ。魚が、あのポチャポチャしてるやつかな。ポチャポチャしてるところにこうカーソルを持ってくのがむずい。いなくなっちゃったよ魚。こいつか。見つけたがどうすりゃいいんだ。いなくなっちゃった。ロッド振ればいいのかな。難しいなこれ本当。あ、来た、捕まえたか。お、なんか飛んでったよ。お、水中だ。水中。お、船田来た。船田初めてなのにすごいよ、意識。ほとんどよくわかんないっすって感じだな。リールを回す。アピールしてうまく食いつかせるんだ。アピールするもんなんだ。パーフェクトフィッシング？難しいな。もうパーフェクトじゃなくてもいいから、なんか釣りたい。一体どこに魚がいるんだ。魚群と書いてあったはずなのにな。ん？下にいるのがそうなのかな。なんかボタンを押してみたけど、あ、沈没しちゃったよ。あ、なんか来た。バブリング。ジリジリノイジー。ノイジー。なんか近くにね、来てるんだよな。あ、怪獣がいるよ、これ。魚じゃないじゃん。敵じゃん。これ、倒すの？ジリジリノイジーで倒そう。
バブリン。ハートなっちゃったよな。緑の人やばい。緑の人やばいな。ハートかい。あ、ハートブレイク。ハートブレイク。あ、音楽なってるな。あれ、ずれちゃったよ。ジンジンノイズイ。怒ってる。しまった。意図した方向に動かないぞ。こっち、こっち、あ、反対反対。左行きたいね、左。この自分の魚動かないな。こっちだよ。あ、なんか来た。こいつを、まあ、誰でもいいんだ。捕まえたい。どうすりゃこう捕まんだ。じりじりノイズイか。誰か食いつけ。あ、食いついた？なんか食いついたよ。フッキング、フッキングってなんだ？巻くのか？説明来るか？説明来るか？どうした？お、上がってきた。水上に上がってきたよ。ノーマルなんとか。バック釣り開始。こっから開始か。こっからが本番か。お、船田。いよいよギガフィッシュと対決だよ。よし、ここから爆釣り開始だ。うん、見て、ひしき。真ん中のリングの形、マーカーが見えるでしょ。これがターゲットマーカー。ん？どこにある？わかんない。ウォンラインの海から、ああ、行っちゃったよ。もう、どんどん引き寄せられるよ。糸が切れちゃうだと？爆釣りは失敗になってしまう。離れすぎたり、離れちゃいけないんだ。周りのゲージ、テンションゲージが溜まった時に糸が切れちゃう。どこがテンションゲージなんでしょうか。ひしき。とりあえずまあ、リールを回すと。リールを回す。OKOK。シンプルだ。このバトルに勝てば、ギガフィッシュを爆釣ることができると。耐久力とかな。なんつうのかな。初回にいっぱい説明されすぎ。あ、始まった。あいつをこの丸いターゲットに入れておけばいいのかな。よし。よし。あ、ちょっとなんか動くな。すでに釣りじゃねえな、これ。水上バトル？やばい。画面の外に出てちゃったよ、こいつ。ずるい。ジョイコンが追いつかねえ。あ、はみ出ちゃった？バトルを有利に進めよう。押せか、前か。えい。つうか、敵がいないぞ。あ、いた。なんか怒ってる。もうジョイコンがね、そっち行かない。きついなぁ。入った。捕らえた。よし、巻くか。巻け。ん？近づいてきたぞ。やばい。負荷かかった？なんだ。怒り爆発？怒りと爆釣り。なんちゃら。近いぞ。巻くか。やばいか、この赤いのは。やられてるのか。全くよくわからんが。とりあえず、リールを巻く。もう一人か？うわ、動くなぁ。うわぁ、すごい引っ張る。テンションやばいのか。あ、下の方行っちゃったよ。ジョイコンがそっち向かない。なんとか。釣れ。行け。お、なんだ？残りわずかになると怒りを超えるパワーを発揮する超怒り。超ね。オッケーよ。オッケーなんだけど、もう前のやつ忘れちゃったよ。お、とどめだ。釣り上げろ。えい。釣ったのか。釣ったというのか、捕まえたのか。136ギガパワー。こういう数字好きだよね。好きだったわ。何万パワーとかね。それを上回るやつが出てくるとまたうおーとかなるんだけど、とりあえず136ギガパワーですよ。ギガだよね。とりあえず爆釣りコンプリートだって。
まあ何分、3分20秒バトルしてたんだ。いやー、熱い感じがしましたけども、結局なんか何やったか覚えていないな。まあ多分子供たちはね、こういうシンプルなやつ熱くなるんじゃないかなと思いますが、いろいろとなんかゲットしたのかな。何が起きてるかさっぱりわからないし、出品完了だってついでにこれもなんか必要とか必要じゃないのかわからないんだけど買ってきたんですが、一体何に使うんでしょうか。ルアーというやつだっけ。あ、カードがついてるな、カード。硬いルアーもついてますね。ルアーなんて意味があるんでしょうかね。もしかしてあれか、チップに読み込ませるのか。すごい時代だな。 NFC チップかなんかに読み込ませて釣り道具がパワーアップすると自分は見ていますが、どうなんでしょうか。こんなのがね入ってますが、まあなかなか少年の心になって釣ってみました。楽しかったっちゃ楽しかったですね。うん、またちょっと暇見つけてやってみたい。ではまた。